さん、こんばんは、ティン、こんにちは、ティン、ドライブの役は聞いたけど、もしも台風の中、モバイルで学園祭やったら、まずロコディこと、ロングコートダディいきます。どうも、ロングコートダディです。お願いします。学園祭、台風の中でもやったら大変。いやー、普通中止やろ。わかんねえけど、やるってこともあるんですよ。いやー、普通、中止って筋だよって予報を見て。いや、やってみるよ、ちょっと。やんの、マジで。ここ、今日は学園祭やることに決まりました、台風の中でも。うっすでしょー。あなたは、まあ、お客さんとして、いろいろ PR してください。台風の中 PR すると、ちょっと職員呼んで中止って言わないのか、もう無理です。はい。中止って言ってもね、言うこと聞かない。もうええわ。どうもありがとうございました。では、じゃあ、ローナ。やっほー、ローナだよ。どうなるかって、まあ、やるかわかんないか。わかんない。へへへ。次はじゃあ、のいちゃん。はい、にゃんにゃんぺこりんち、のいちゃんです。学園祭来たけど台風、まさかの台風に直撃してしまって、どうなるかわかんないです。のいちゃん、食べたいものいっぱいあるのに、悲しい、タクチャンネルのせいです。じゃあ次はじゃあ、誰のものまでいこうかな。台風は普通に法です。普通に法です。台風の中でもやるとは驚きましたよ。どれも美味しそうだけど面白くない。台風さんです。これ台風来たら面白くない。次じゃあ阿部寛やったから、森泉ちゃん行こっかな。森泉ちゃん、台風でやるとは知らなかった。でも DIY すればうまくいくよ。次じゃあ大泉。大泉どうです？台風本当にやんの？これドッキリやろ。はい、以上です。バイバイ。